アイアンサインケリー・イコネンはフィンランドの女優。フィンランド映画と戯曲の女優として多くの賞を受賞しており、気の利いた喜劇女優で熟練した性格女優として知られる。30年もの間の女優生涯の中、イコネンは数十本の映画に出演、当時最も有名な女優の一人となった。イコネンとタウノ・パロはフィンランド映画における名カップルとなった。 イコネンは1913年にロシア帝国のサンクトペテルブルクで生まれた。両親ともフィンランド人であり、一家はロシア革命の後、フィンランドに移住した。イコネンは音楽教師となるための教育を受けたが、生涯その職に就くことはなく、代わりに女優となる道を選んだ。数回脇役を演じた後、有名な映画監督、バレンティン・バーラは彼女を、 カイッキラカスタワットという映画の主演女優に起用した。この映画の主演俳優はタウノ・パロだった。イコネンとパロは翌年にも揃って映画に出演した。これら2作はどちらも成功し、アンサイコネンは映画スターになった。彼女はその後長年にわたってフィンランドで最も有名な映画女優であり続けた。イコネンとパロが一緒に主演した映画は12作あり。 その大半が喜劇である。二人は実際には恋愛関係にはなかったが、観客にはフィンランド映画における最高のカップルとして創造された。イコネンは映画のほか演劇もしており、彼女の演劇障害は44年間と長きにわたった。彼女はフィンランド人作家の戯曲にも外国人作家の戯曲にも演出した。例えば、 ウィリアム・シェイクスピアの作品には16作出演、モリエールの作品には6作出演、ヘンリック・イップセンの人形の家では主役の野良を演じた。イコネンは気の利いた喜劇女優で熟練した性格女優であり、脚本家たちが彼女に最適な役をデザインしたという。彼女は演劇女優となるための教育を受けなかったが、映画スターとしての経験もありすぐに上達した。 1949年、イコネンは、奨学金を得て、ロンドンのオールドビッグ演劇学校の監督を務めた。イコネンは20年年上の俳優ヤルマリ・リンネと、結婚、娘のカトリーナリンネとマルヤッタ・リンネを設けた。二人の年の差もあり、二人が一緒に演出するときには、イコネンが、リンネの役の娘役を務めることが多い。かっこないは役名。ありがとうございます。